たか、あんな鳴き声を。でかい体も命は一つ、何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルス。1996年、地球のすぐそばをすれ違ったアビー彗星のため、地球上に様々な異常現象が起こり始めた。そして、7000万年前死に絶えたと思われていた恐竜が姿を現した。これらの恐竜を保護するため結成された探検隊が、ボーンフリー隊である。恐竜出現の情報によって、ボーンフリー号はアマゾン奥地へ出動した。マサオは恐竜の子供を発見して追っているうち、恐ろしい吸血植物に巻きつかれてしまった。そしてそこへ巨大なブロントサウルスが現れたのだ。父さん、ブロントサウルスが現れた。急いでくれ。恐怖の肉食恐竜アロサウルス。奴は自分の子供を取られたと思ってるんだ。マサオが危ないぞ。レイコ、ボンフリー号へ行け。麻酔砲を頼む。了解。助けて助けて。ブロントサウルスの注意をこっちに引きつけるんだ。了解。を引き離す。麻酔砲を用意。はい。今だ。麻酔砲を発射。助けるんだ。カラ、レイコを助けろ。恐竜がいるのに。カラ、もたもたすんな。はいはい、行きますよ。はい、大丈夫か。
バタオが危ない。よし、マサオの救出だ。全員同じところを狙うんだ。撃てこれからは気をつけるんだぞ。単独行動は絶対にいかん。はい、もう少しで死んじゃうとこだったのよ。ごめんなさい。よし、ではブロント親子の保護作戦を再開する。まず親子の発見だ。子連れだ、そう遠くへは行っちゃいないさ。きっと湖の中だよ。ブロントサウルスは強い敵に会うとよく水の中に逃げ込むんだ。はあ、全く恐竜博士だな。ゴンさんとガラはマッカールで水中を、レイコとマサオはビーグルで陸上を探してくれ。マッカール発進。音波探知機用意。了解、スイッチオン。なんでこんなチーム入っちまったのかね、まったく。今さら言っても始まんねえよ。恐竜ってこんな気持ちの悪いもんとは知らなかった。ああ、やだ。西側地区反応なし、東側地区へ向かいます。了解、気をつけろよ。足跡を調べるんだ。岸は足跡がつきやすいだろう。こういうところを調べれば恐竜がいるかいないかわかるんだ。マサオ君って本当にいろんなこと知ってるのね。僕のお父さんは恐竜の研究者世界一だったんだ。お母さんだって学者だったんだよ。二人とも死んじゃったけど。マサオ君、かけっこしない？どっちが早いか。よし、お姉ちゃんになんか負けないよ。よし、よーいドン。それ。あ、どうしたブラドン。ブロントサウルスの足跡ね。変だな、こんな長い爪があるぞ。違う、これはブロントサウルスじゃないよ。え、違う。うん、ブロントサウルスのなら見たことがあるよ。こちらレイコ、足跡を発見。マサオ君はブロントのものじゃないと言っています。何、ブロントじゃない。場所は南方600メートル。そこにいてくれ。こちらマッカール。個体を全部調べたけど反応ないよ。よし、すぐ戻れ。今足跡を発見した。了解。マッカール、地殻変動だ、すぐ戻れ。フリー隊より本部へデータを送ります。これは新しいものです。深さ14センチ。ジャゴ、ファイルボックスのスイッチを。はい。ハロサウルスだ。こんなのが出てきたらことだぜ。この足跡はアロサウルスのものです。アロサウルスは肉食で性質は凶暴です。足跡の大きさから計算すると体長18メートル、体重10トンです。肉食って肉を食うってことかい？
そうだよ。人間も食ってこと。ジョージ、アロサウルスが近くにいるとすればきっとブロントサウルスを襲うぞ。わかりました。ブロントサウルスの発見を急ぎます。おっ、湖に近くの戦闘が起こっているんだ。避難しろ。龍騎士と競争。確かめるまではな。出発。まだ探すのかい。水が湧き出してるよ。水？ゴンさん、オフリー号を止めてくれ。よっしゃ。近くの変動で地下水の水位が変わったんだ。水の音がするわ。あ、聞こえる。行ってみよう。海がなくなったから飲み水に困っているはずだ。この近くで待とう。恐竜は本能的に水のあるところへ引き寄せられてくるからな。
たぞ。作戦開始、縛っていこう。眠らせたらアロサウルスにやられてしまうぞ。邪魔をして撃てない。糸を引き離す。なら、ここを頼む。
麻酔が効き始める頃だ。頑張れゴンサー。まだかな。やれやれ。しかし俺にはどうしてもわからん。こんなやつをなんで保護しなきゃならんのだ。ブロントサウルスがいないよ。見つけて助けてやるさ。必ずな。南太平洋上のサーロン島だ。そこは今の地球上でただ一つ恐竜が住んでいたところとよく似ている場所だ。そこには食べ物ある？あるとも。きっと楽しく暮らしていけるさ。ブロントサウルス親子を追ってボーンフリー号が進む。空からはシーガル、潜水するマッカールの必死の捜索が展開される。しかし刻々と悪化する気象条件、地殻変動の猛威の中を水を求めてさまようブロントサウルス親子は、ボーンフリー隊の手によって無事救出されるのであろうか。次週ブロントサウルスを救え。お楽しみに。